ヴァンペア・ヴァンパイアはフランスのゲームスタジオ団のエンターテイメントが開発したコンピュータゲーム。同社にとって3作目の作品となる。1918年のロンドンを舞台にヴァンパイアを題材としている。2018年6月5日にマイクロソフト・ウィンドウズ、プレイステーション4、XBOX1 で発売された。当初は公式な日本語ローカライズはなかったが、 2020年12月24日にプレイステーション4とニンテンドース o s w で日本版を発売。2014年11月29日にダンノは RPG ゲームの開発を発表し、2015年1月20日にバンペアのタイトルが明かされた。タイトル発表時に公開されたキービジュアルには本編に登場しない青ざめた男性の姿が描かれている。キャッチコピーは テイク・ブラッド、セーブ、エライフ。日本語版キャッチコピーは、旧姓主なのか、それとも捕食者か。ヴァンパイアは、一般的には、ヴァンパイアと表記されるが、17世紀にヴァンパイアの権威をかけられた、ハンガリー人男性にまつわる記述には、ヴァンペアが使われており、そこからタイトルに採用された。公的な文書で、ヴァンパイアという単語が記されたのは、 その記述が初めてだとされる。タイトルロゴでは Y だけが赤字で強調されており、作中では3つの選択肢から決断を迫られる際に、この Y が Y 字路のように象徴的に表示される。3人称視点で主に4つの地区を行き来するセミオープンワールド。選択肢次第で登場人物を殺害する、見殺しにする、正規を失わせる、あるいは救うことができ。 倫理を問う展開が多分にある。医師であり、吸血鬼であるという主人公の苦悩に満ちた二面性が強調され、選択と破滅の物語とも説明されている。ゲームシステムも64人いる、市民を吸血死にいたらしめた数だけ主人公の能力を強化することができるという背徳へ誘うものである。吸血鬼者というテーマから構想が始まり、 人類が最も弱い立場にあった時を舞台にしようと考え、工業化による人々の阻害、戦火、疾病のある1918年のロンドンが選ばれた。当時のロンドンでは、スペイン風邪に行政が対応しきれず、大量の死者がその死を察知されずに孤独死の後で長時間放置されていたため、バンパイアが暗躍する舞台としても、うってつけだった。ドラキュラやカーミラのような暗く、 ゴシックなスタイルで行くことは初期に発案されたが、明るい時代にあえて暗い話をするのも面白いからと、1950年代の黄金時代のアメリカを舞台にする案もあった。アートスタイルはロンドンの画家フィルヘールの影響を受けている。景観は現実のロンドンを参考にしているが正確に再現しているのではなく、よりゴシックに不吉に脚色し、地区ごとの貧富も強調している。 脚本はフランス人が書き、イギリス人のネイティブスピーカーが翻訳しており、キャラクターは階級ごとに話し方が異なる。ダンノの前作であるライフイズストレンジとは、システムも雰囲気も大きく異なり制作チームも違うが、両作に共通するスタッフも多くおり、総勢60人ほどで制作開始し、最終的には80人ほどに拡大した。両作の主人公はどちらも、 実質の観葉植物にリサと名付け愛好しているという共通点が持たされている。リサに水をやるとアンライフ・イズ・ストレンジというトロフィーが得られる。同社が2020年に発売したテルメ・ホワイの主人公も観葉植物を持ち水をやるとリメンバー・ストレンジ・バンペアというトロフィーが得られる。これは同社の2013年のデビュー作リメンバー目もかけられている。 1918年のイギリス、ロンドン。スペイン風邪が猛威を振るい多数の死者が出る中、下級ヴァンパイアであるスカール溶かす奇病も、密かに蔓延していた。第一次世界大戦から帰還したばかりの下界、ジョナサン・リードは、何者かに襲われて、上級ヴァンパイアであるエコン溶かした。体が変化する過程で、化死状態となったジョナサンは埋葬の追いつかない、集団墓地の片隅に捨て置かれた。 目覚め、朦朧としながら、血を求めた、彼は、妹のメアリーから吸血し、彼女を殺めてしまう。吸血鬼ハンターや、他の吸血鬼に命を狙われ、日光を弱点とするため昼に出歩くこともできなく、なった、ジョナサンだが、理解ある医師のエドガース・ワンジーと出会い、彼の病院で、夜勤医師として、雇われ表向きの身分を得た。また、 長き時を生き多くの謎を秘めたエコンのレディア・シュブリーもジョナサンに助力してくれる。ジョナサンはロンドン中を巡り、自らをエコンに変えたものの正体とスカールを生み出す奇病の原因を探る。市民と称される64人のキャラクターたちを吸血して死に至らしめるか、生かすかによって展開と結末が変わる。エンディングは4種。主人公が市民を吸血することは、 法要と表現される。法要されたものは必ず死ぬ。法要は、吸血鬼としての能力で魅了してから行うため、抵抗はされない。市民らは特定の地区に属し、その中でサークルを築いている。市民を犠牲にすると、地区の治安が乱れ、他の市民が体調不良を起こしやすくなり、地域に現れる敵キャラクターが増加、凶悪化する。治安が完全に崩壊すると、 その時点で生き延びていたその地区の市民らは行方不明となる。各地域には中心人物が設定されており、シナリオの中で選択される中心人物の処遇は特に大きな影響を与える。市民が死すると、サークル内の他の市民のシナリオも大きく変わる。例えば、身内を包容された者はショックで当てどなく、まよった末に、吸血鬼に襲われて自らもスカールと化して、 敵キャラクターになったり、逆に敵討ちのために、吸血鬼ハンターに組みしやはり敵キャラクターになったりする。また、敵にはならずとも、身内の死を嘆いて、泣き続けるようになったり、束縛する者が亡くなったことで前向きになったりもする。市民には、曇りなき善人もいれば、擁護しようのない悪人もいる。病や負傷により生き地獄に陥り、死こそが救いとなる者もいる。 市民を抱擁すると彼らの最後の内心の声が流れ込み、その声はサークル内での殺害した順番により変わる。抱擁することで相手がどのような人生を送っていたかがわかり、主人公による簡潔な感想文が表示される。プレイヤーに対し、あなたは単に経験値を得たのではなく、命を奪ったと訴えるシステムだという。物語を進める敵と戦う。 市民を吸血するなどの行動によって XP を得られ XP によって主人公の戦闘能力を強化することができるメインシナリオの中で立ちはだかるボスからは多くの XP を得られるがそれ以外の敵からは数十程度の XP しか得られない市民からの吸血では千弱から一万強ほどの大量の XP を取得できる市民の XP は 隠されている彼らの秘密を知り本質に迫ることで増大する。彼らの秘密は出身地や職業などのさまつなものから大量殺人鬼である過去にテロを起こしたなどの重大なものもある。体調不良に陥っている市民は XP が下がっているため治癒した方がより多く得られる。市民が暮らす安全地帯以外では敵キャラクターと遭遇次第シームレスに戦闘が始まる。 ヴァンパイアの能力で姿を隠して敵に気づかれぬように通り抜けることや走って強引に敵から逃げることも可能。しかし戦闘中は扉の開閉が行えず場所によっては戦闘を強いられる。入手した刃物、鈍器、銃などを武器にできる。所持できる弾数は少なく銃のみで戦いを切り抜けることはできない。近接武器を振るう際や 回避行動の際にはスタミナを消費する。スタミナは自然回復するがアイテムによっても回復可能で0になるとしばらく武器を震えない。ライフポイントが0になるとゲームオーバーのような扱いになるが完全に死することはなくリスポーンする。その特性からライフが0になるまでに消費した回復アイテムも復活することはない。リスポーン時にはライフは ごくわずかになっている。ライフは、ある程度は、自然回復するが速度は遅い。火や毒での大きな攻撃を受けた場合は、回復アイテムや、ブラッドポイントの消費がなければ回復できない。ブラッドポイントは、自動回復せず、街中の特定スポットにいる、ネズミの血をすすったり、敵キャラクターの人間やヴァンパイアに噛みつくことで、補充できる。アイテムによっても、回復可能。 また、市民を抱擁した後にも回復する。ブラッドポイントを消費することで、吸血鬼としての大技が使える。敵の体内の血液を爆発させたり、網目状の血液で相手を絡め取ったりできる。大技は頻発はできず、時間を置かなければ発動できない。不殺によって迎えられるエンドでは、向こうから襲いかかってくる敵キャラクターについてはカウントされず、市民のみが対象となる。 主人公には薬を調合する技能があり、病気の市民がいる場合、適した薬を作って授けることで注意させられる。最初は簡単な薬しか作れず、調合法を学ぶことにより複雑な病状にも対応できるようになる。薬により自身のライフポイント、ストミナ、ブラッドポイントの回復も可能。また、入手した武器のアップグレードもできる。 調合やアップグレードに必要な素材は置かれているのを拾ったり売買により得られる。市民を操る能力。本来ならば、口を閉ざされるプライバシーに関わる質問でも答えさせることができる。質問はむやみに行えるわけではなく、会話や文書からヒントを得て、会話の糸口にする必要がある。会話の選択肢を誤るとヒントは得られなくなるが、占いによって、 ヒントを与えてくれるキャラクターがいる。市民への吸血の際には彼らを催眠によって魅了することが必要。主人公の催眠レベルはシナリオの進行によって増えていき、催眠への体制レベルは市民ごとに異なる。強い意志を持つ相手のポリシーを捨てさせるような催眠は相手の心を破壊して廃人にさせてしまう。 通常の視界とは異なる吸血鬼としての視点に切り替えることのできる能力。白黒の視界の中で血液だけが鮮やかな赤色に浮かび上がって見える。通常の視点では見えにくい。何か事件が起こった後の血痕も明瞭に見える。また、生きている人間や吸血鬼の心臓を中心とした血液も見え、少し離れた位置からも相手の健康状態がわかる。基地の市民の場合は、 使命なども分かり、敵キャラクターの場合は戦闘レベルも分かる。人間からの吸血を糧とするもの。影の存在であり、一般の市民で信じるものは少ない。不老だが、物理的な攻撃、日光、力ある者が掲げる十字架、毒などによってダメージを受け死に至る。強力な医能をいくつも持ち、人間を超える合力と瞬発力、致命的な傷の再生、霧となって、 短距離でレポート、洗脳などが可能。他作品では、ゾンビや人道と称されるようなものも、今作では、吸血鬼の範疇。必要とするものは、生き地に限らず、死肉でも問題はなく、ある程度の期間は、血がなくとも生きられる。しかし、生き地への渇望は、尋常ならざるもので、吸血の際には、強い甲骨を得る。生きるために必要でなくとも、 快楽のために吸血する者も,も少なからずいる。一般的な食物は受け付けず、お茶を飲み下すこともできない。吸血鬼が経類を増やす方法は、自身の血を人間に飲ませること。吸血鬼へ至る変化は体に強い負担を与え、体質によっては耐えられずに死してしまう。血を飲んだわけではないのに感染によって爆発的に、過糖吸血鬼が増える現象が本編では問題になっている。 通常の生物と同じように成功によっても、経類を残せるという記述も作中であるが、本編中に、そのような経緯で生まれた、吸血鬼は登場しない。受胎した、吸血鬼は、数週間程度で、母親の腹を食い破って出生し、母が吸血鬼であれば、再生能力を使えるが、人間である場合には死ぬ。生まれてから数ヶ月で、成人程度に育つという。 上級ヴァンパイア。ヴァンパイアといえば、基本的には、エコンを刺し、その他は加藤種を扱い、吸血によって、軽類を生み出すことができる。加藤吸血器を生み出すのは普通だが、エコンを生み出せるものは、エコンの中でも少なく、特に優れた血統を持つものだけが可能。容子は、人間と大差なく、人間社会に溶け込むことができる。人間より、上位の存在ともいえ、 多くは富裕層の中で生きる。日光を恐れるといった弱点は変わりない。下級のエコンとも言うべき存在。血を与えて軽類を産むことは不可能。皮膚病のごとくに肌がただれているのが特徴。エコンによって生み出される場合もあるが、スカール病とも言うべき疾病の流行で爆発的に数を増やしている。 本来スカールは、吸血衝動や、要望の醜さはあるものの、人間であった頃の人格を止め一定の理性もあるが、疾病によって生まれたスカールは、本能的に血肉を求めるだけの理性なき存在が、ほとんどであり、強烈な怒りと憎悪に疲れて人を襲う。スカール病によるものは、他作品でいうところのゾンビに近い存在。スカールの吸血衝動は、エコンの血を飲むことで和らぐ。 巨大化し、筋骨隆々のバンパイア。真っ黒な肌をしている。知性はあるが、直情的になりやすい。下級のバルコットとも言うべき存在。重毛が生犬にも似た姿で、しばしば、ウェアウルフと間違えられる。疾病によって生まれたスカールが奇形化した存在。毒液をおとし、皮膚の著しいただれ、体の一部が巨大化するといった症状が見られる。女性だけがなる。 噴霧された毒を吸った人間は火糖バンパイアと化す。火糖バンパイアと化す疾病の原因となるもの。赤の女王と呼ばれる存在が数世紀ごとに現れてはその時代の憎しみに凝った女性に与え、その女性を起点として広範囲に感染していく。古代から伝わる薬。像を後に感染し狂気に陥ったものを治すことができる。作るのに必要な材料は、 王の血と古き血とニンニクの純粋なエキス。バンパイアの生態を調査する人間たちによる団体。倒す方法も学び時に自衛のためにバンパイアを殺すが討伐のための団体ではなく、不老のため古き時代の知識を持つバンパイアを尊重する精神を持つ。派生団体である討伐団体のプリウェンのことを無益で犯罪的だと非難している。 バンパイアハンターの団体、プリウェムと略されることも、創始者は、元はセントポールストール協会の会員だったが、吸血鬼退治に特化するため分裂した。吸血鬼の存在を知らない市民からは、武装した時系団体と認識されており、夜な夜な暴れていると嫌々される一方、戦争と疾病で混乱に陥ったロンドンを守るため、行動していると尊敬も集めている。 末端の者の,の中には、一般人から金を巻き上げるようなゴロつきもいる。ヴァンパイアによる被害が深刻な際には、グレートハントと称される大規模な吸血鬼狩りを行い、最初に行われたのは1854年で、一世にして有力なエコンが何人も殺された。現在生き残っている吸血鬼らは、当時は一時的に他国へ身を潜めていたという。港地区を拠点とするギャング。 薬物や武器を流通させ、治安を悪化させているとも、不良外国人を尻け治安を守っているとも、評される。エコンによる社交クラブ。愛国心が強く、イギリス王家ともつながっている、影響力のある団体。クラブでは、例外的に富裕の人間も受け入れられている。また、加入者は男性に限られる。不老の存在の集いなだけあり、監修は何かと古めかしく。 伝統を重視する。病院とその周辺の地区。バンパイアとなってからのジョナさんの勤務先であり、本拠地。庶民的な病院で患者はさほど裕福ではないものが多い。スペイン風邪の大流行による超過勤務に職員らは苦しんでおり、患者を収容しきれずに建物外にまで医療用店舗を広げている。その名と同じ教会がある。地名はイーストエンド。 移民など貧しい者が多く暮らす地区。地名はイーストエンド。かつては栄えたが今では落ちぶれ、ギャングと共産主義者の構想で荒れている。地下水路には理性あるスカールの住みがある。比較的裕福な住人が集う街で、ジョナサンの聖火やアスカロンクラブが存在する。レビュー集計サイトメトクリティックでは賛否両論、または平均的なレビューとなった。 ゲーミングトレンドのロンバークは PC 版を100点中85点と評した。作品の得意な点について患者、医師、その他の主な登場人物が不可分に結びついていること、多くの人が隠された関係や意図を持っていて、その全員がコミュニティを構成していると述べた。長所として独特の市民についてのシステム、ストーリー、声優、リプレイ性を挙げ、 短所として、戦闘エリアの境界の曖昧さ、建物内に入る、際のロード時間の長さ、不安定な戦闘システムを挙げた。PC ゲーマーのアンディ・ケリーは、100点中68点と、評した。市民らの生殺予奪をめぐり悩ませる、システムの一方で、名もなき吸血鬼や、吸血鬼ハンターを単調な戦闘で、次々と倒させるのは、葛藤を台無しにさせると述べた。 会話パートには説得力を感じるが戦闘パートは平坦で刺激がなく動きに重みがなく退屈であるという。また私はリードのこともあまり好きになれなかった。不機嫌でひたすら自己中心的な彼は人間性と一緒にカリスマ性も吸い取られてしまったようだと主人公の人物造形を批判した。アタックオブザ・ファンボーイのディラン・シー・イーグラーは5点中3。 5点と評した。総評は、バンペアは、非常に野心的で、多くのクールで興味深いアイデアを提示しているが、その目標を達成するには至らない。強くなっていく、敵キャラクターに対抗するため市民の命を消費したいという衝動に駆られる構造が、吸血衝動を抱く、主人公の心情と重なる点を評価した。 しかしその仕組みは完璧ではなく、個性が与えられた市民でも数回話せば、会話内容が尽きて、ただの顔のない NPC に思え、陳腐な NPC を殺しても、あまり悪い気はしない。市民が60人以上もいることは、革新的に思えるかもしれないが、多すぎて、覚えきれず病気治癒などの対応が煩わしいと、批判した。また、 ロード時間が70秒ほどかかる箇所がいくつもあり、初週はバッドエンドとなったがリプレイしたいと思えないという。パブリッシャーのフォーカスホームインタラクティブ EN が100万本以上売れたら成功であるが、50万本程度でも十分に利益が出ると述べていたところ、発売後1ヶ月で45万本が売れ、2019年4月までに100万本の販売を達成した。 レビューにはシュビアなものがあり、商品単価も比較的高価であるため、売れ行きの好調さは意外だったという。エレクトロニックエンターテイメントエキスポ2017ではベストオブ E3 賞を得た。受賞にあたり、血しぶきと道徳的苦悩に満ちた綿密なゲーム、豪華健爛なアクション吸血鬼 RPG、気ままに殺人を犯し、煙のような超能力を、 最大限に活用することができますが、人々を助け、彼らの人生についてもっと知り、血管に流れるものに抵抗しようとするチャンスもあると紹介された。ネイブグティアルアワーズ2018ではオリジナルロールプレイング賞を得た。ありがとうございます。